はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで、今回は RTTK 選手の評価をしていきたいと思います。で、まず、最初にお知らせというか、まあ、よっしゃーっていうことなんですけど、FCS、大会予選突破して、福岡行きまーす。いや、ちょっとね、最近配信とか動画もちょっと2日ほどね、おサボりというか、ちょっとお休みして、めちゃくちゃ練習してたんで、その成果が出て、めちゃくちゃ良かったと思ってます。あとはちょっと、今もう予選の後にね、動画撮ってるんで、今回はちょっと編集などはなしでお願いします。ちょっと期待してた方は申し訳ないんですけど、さすがに今ちょっと頭回ってないのと疲れちゃったんで、今回そのまま出したいと思いますので、よろしくお願いします。まずはね、RTTK 選手のね、ライブのキャンペーンのね、このアップグレード内容なんだけど、まずは最初の初戦引き分けで1アップグレード。で、準々決勝だから2アップグレードがすぐする可能性はあるね。これベスト8になれば2アップグレードがね。その後準決勝に進出で1アップグレードで決勝で1プレイスタイルプラス。で、決勝で勝利すると1アップグレード55ということで。まあ、さすがになぁ。まあ、これ4アップグレードして55になってもその期間は S とかがいるから、めちゃくちゃ強いとは思うけど、どうなんだろうなって感じはしますね。で、プレイスタイルプラスが、まあ、3つつくっていうことなんで、まあ、多分 S もプレイスタイルプラス3つつくだろうね。この感じだと。まあ、何がつくかっていうところで、まあ、なんか、強パスとか好きそうだけどね。この感じは、ペドリだったら。っていう感じの、ライブカードになってます。ってことで、まず、ペドリの評価なんですけど、174のハイハイの44で CM とキャムができて、まあ、ペドリはね、8級の時からめちゃくちゃ使いやすかったし、なんかフィジカルがめっちゃ上がってんのかな、80で。で、守備値もね、75と低いんだけど、ヘディング精度が低いだけで、その分、タックル値が83あったり、インターセプト78あるんで、まあ、2上がりとかしたら普通にやれそうだよね。今、2上がりするのが準々決勝に進出だから、まあ、大体3月ぐらいなんで。2上がりすれば十分強そうなカードにはなりそうだね。で、ティキタカプラスとスルーパスプラスだから、今の中盤にすごい合ってると思うし、ペドリは普通に強いんじゃないかなとは思います。で、次がガブリエル・ジェスズですね。ハイハイの44で、STCF ウィングで、能力見ていくと、まあ、ペース、まあまあ最低限、シュートもうまいね、これは普通に。で、パスもうまくて、ドリブル、キュンキュンだね、これ。で、フィジカル値も最低限あって、積極性91あんの、めちゃくちゃいいっすね。で、プレイスタイルが高精度、パワーショット、トラッパープラス。で、これいらないな。これじゃなくてなんか、テクニカルプラスとかだったらよかったんだけど、前線の容赦なしってね、結局この能力だと、まあ、強いとは思うけど、55でもないし、なんか、どうなんだろうなって感じは正直しますね。能力自体はめちゃくちゃ強いとは思うんだけど、なんかちょっと容赦なしプラスっていうのが残念だなって感じですね。クイックステップとかがなんか、プレイスタイルプラスでつきそうな感じはしますね。まあさすがに値段がね、あと、パッて見た感じ超高いんで300万とか、さすがにみんなね、その価値はないんじゃないかなとは思ってます。ただまあ普通に持ってて強いなって感じですね。はい、次クロースですね。183のミリハイ。ミリハイいいっすね。なかなかいないんで。で、4号です。で、CDM と CM で、ペース加速88アンド。めちゃくちゃいいね。で、シュート力95、ロングシュート89、カーブ89なんで、トリベラもめちゃくちゃ上手くて、パスも上手くて、ドリブルだけだね。ドリブルがちょっとアジバラとドリブル値低いんで、ここの重さがどうかなってとこですけど。で、守備もインターセプト93。素晴らしいね。で、タックル値も81あって、守備意識も82あるんで、素晴らしいね、守備は。で、フィジカル値も、積極性ちょっと低いなっていうのは思うけど、あとスタミナが87のが気になるかな。容赦なし、あ、ついてるんだ。だったら気になんないね。で、ロブタツプラスと、で、中盤の予測プラスってなかなか珍しいんで、めっちゃいいっすね。で、まあちょっとテクニカルとか、その辺がないからトラッパーとかね、ドリブルどうかっていうところですけど、ドリブルさえちゃんと動いてくれれば普通に強そうっすね。ただまあなんか個人的に思うのが、ブルーノでよくね感は正直ありますね。ただまあ普通に強いと思います。次、キミッヒですね。SBC かな45万くらいですね。で、ハイハイの44で、サイドバック CM、CDM できて。で、この選手もいいね。加速90あるの素晴らしくて。で、トリベラも最低限入るかな。で、パス上手くて。で、ドリブルちょっと重そうだなぁ。アジバラ、ドリブルが90超えてれば強かったんだろうけど、これもちょっとドリブルがどうかっていう感じですね。で、守備値はしっかりね、高くて。で、スタミナ96、積極性90あるのもめちゃくちゃいいところです。で、プレスタイルがいいね。ロブタツと。強パスついてて、予測もあんのいいね。で、ブルーザついてるんだ。で、容赦なしもついてるっていうところで、まあ、ドリブルの重ささえなければ、
強そうっすね。で、バイエルンだったら、ベスト8は行くんじゃないかな。確か、コペンハーゲンだっけ？ごめん、ちょっと、そこ分かってないんだけど。まあ、普通に2位上がれば十分強そうな能力してるし。うん、これは作るべきなんじゃないかな。45万であれば。まあ、そこまで高くないというか、今後、普通に100万ぐらいの価値ある選手になりそうな感じはするんで、普通に作っていいんじゃないかなと思います。結構期待値は高いっすね。で、次、ドンちゃん。ドンちゃんちょっと、まあ、わかんないわ。うん。使ってみないとわかんないですけど、まあ、普通にしっかり反射神経91あるのいいし、うん。普通にまあ、やれなくはないんじゃないかな。身長もでかいし、うん。普通にやれなくはないんじゃないかなとは思ってます。ジューレ。これ強そうだね。195のミリハイの33で。サイドバックもできるんだ。で、ペース、加速78。めっちゃ上がったね。で、リアクション83、レセス85。で、守備位置も、インターセプト低いの気になるね。83どうなんだろうね。で、フィジカルチ96。で、積極性も86というところで、で、プレスアルが素晴らしい。強パスと、インターセプト、予測、スライディングプラス、ブルーザー、エアリアル、容赦なしというところで。まあ、普通に強いんじゃないかな。気になる点は、まあ、インターセプト持ちではあるけど、そのインターセプトが低いところと、あと、リアクションとかがちょっと低いから、そこが気になるところだけど、まあ、195センチあるのは他の選手にない魅力だし、ズューレって確かめちゃ、ストッキーだっけな確か。めっちゃ体でかいんで、まあ、使ってみたい選手だね。これは普通に使ってみたらめっちゃ強いっていう可能性もあるし、インターセプト値とか積極性がそこまで高くないから、やらかす可能性もあるしっていうところで。で、ドルドムントだからね、あの、能力上がる可能性は全然あるし、使ってみたい選手ですね。普通にジューレは気になる選手の一人だと思います。次が、メリーノですね。189。これだけ身長あんのいいね、中盤で。で、ハイハイの44の左利き。で、LM できるんだね。で、能力見ていくと、ペースがちょっと足りないかな。で、シュートは、トリベルは入る。パスも、普通に最低限。で、ドリブル重いね、これ。冷静さ83も気になる。で、守備値は高いね。インターセプト89の。タックル88。で、フィジカル値も高くて。まあまあまあ、普通に強そうだね。ペースが気になるぐらいで。うん。なんか普通にアンカーとかにいたらうざそう。で、プレイスタイルが、ここ残念だね。ここきついね。インターセプトしかないのと、容赦なしだったりするのいいんだけど、中盤のエアリアルプラスって、そこまでいい特性ではないし、ロブタツとか持ってたらアンカーとしていいなとは思ってたんだけど、ちょっと寂しいな。うん。だからちょっとミケル・メリーノは厳しいかな。うん。プレイスタイルが、ちょっと他の選手に比べると、今ボランチャーもう当たり前のようにこの辺3つぐらいついてるのが、今の環境だと普通だから、ちょっと厳しそうな感じはしますね。次が、ヒメネス。これ結構強そう。185のミリハイ。で、ペースね、加速もあるタイプでしっかりあって、で、リアクション83、冷静さ80、ここちょっと気になるね。ただ、守備値はまあ最低限あるし、積極性も91あるのは評価できるし、プレスタイルもインターセプトプラスで、めちゃくちゃいいし、ロブタツ持ってて、スライディング、エアリアル、パワーヘということで、予測ついてたらね、よかったね、あとブロックとか。まあ、最低限の動きはしてくれそうって感じだけど、まあ、ちょっと今の環境、予測、ブロック、ジョッキー、インターセプト、やっぱここの辺あった方がいいから、ちょっと結構厳しいとは思うけど、まあ、能力上がってくれれば、まあ、全然やれそうな感じはするね。まあ、センターバックは本当に使用感に寄ってくるから、動きとか。まあ、普通に最低限の活躍がする可能性はありますね。うん。普通に使ってみてっていう評価になるんじゃないかなとは思います。次、シャビ・シモンズですね。ハイハイの44です。で、能力見ていくとペースしっかりあって、シュート値はちょっとトリベラギリ入るぐらいかな。で、パスは最低限だね。ドリブルは軽そうだね。キュンキュン。でも、リアクションと冷静さ低いの気になるね。で、守備もしれっとできて、スタミナ94、積極性89。ここはいいところだね。プレイスタイルが、ループ、ティキタカ、トラッパー、フレア、トリベラ、テクニカルなんで、サイドよりも中盤かな、ちょっと攻撃的なツーボラとかに置くのが良さそうなのと。まあ、微妙だな。なんか、難しい。前線に置いたら決定力不足になりそうだし、中盤に置いたら守備きついみたいになりそうだし、能力上がったらっていう感じですね。今のまんまだと結構厳しいとは思うんですけど、まあ、俺だったら中盤に置くかなって感じではあります。なんで、PSV の選手でね、ボスカグリかな。ミディハイの181、ちっちゃいね、34。で、ペースは、まあ、最低限だね。加速あるのはいいね。で、パス上手いね。センターバックとしては。で、ドリブルも軽そうだね。うん。で、守備も最低限。あ、なんか、
能力上がったら強そうな能力はしてるね。でフランス人っていうのもめっちゃいいね。で、プレスタイルも、ロブタツ、インターセプト、スライディング、ジョッキーあるのいいっすね。で容赦なしついてるんだ。でエアリアルはちょっとあれだね、ちっちゃすぎるからあんま強くないとは思うから、まあここインターセプトプラスとかだったらな、良かったのに。まあ、能力上がったらワンチャンかな。あのファンダイクとかジューレとかそういうでかいタイプの横に置くには結構いい能力してると思うし、能力上がれば全然ありそうな選手ではあるとは思います。次、ディクス182-33のハイミディです。コペンハーゲンだね。でペース最低限あってパス下手だね。視野71かなり気になる。で冷静さ75、リアクション76ちょっときついな。うん、外れかな。強パス、ジョッキーとかサイドバックであるのはいいんだけど、ソロワープラスついてるのもちょっとうざいし、まあ能力的にちょっと厳しいかな。コペンハーゲンが勝ち上がるっていうのもなかなかないと思うんで、ちょっと厳しいんじゃないかなとは思います。次ガレエのですね、ポルト179-43、ちょっと気になるな。でハイハイです。でペースはめちゃくちゃ速くて、シュートパス微妙だね。でドリブルも最低限の軽さはありそう。まあ外れカードだねこれは。まあクイックステップ容赦なしプラス、これもね前線はいらないんだよね。でラピッドトラッパーとかあるけど、まあパス系ないのがちょっときついかな。やっぱ今前線は一つは欲しいと思うし、もう縦に行くだけって考えればまあやれるとは思うけど、うん、なんかまあスパサブで出すぐらいかな。さすがに厳しいんじゃないかなとは思ってます。能力上がればペース99になって縦に行くマンにすることはできるんじゃないかなとは思います。次から、EL の方だね。ラファエル・レオン、これは目玉だね。188のミディロー、ミディって気になるけどね。で44です。で能力見ていくと、あ、ルカくんなっちゃった。能力見ていくとペース96しっかりあって、シュートうまいね。決定力91、攻撃ポジション91、ここはかなり改善じゃない。ラファエル・レオンってシュート下手なイメージあるから。でパスも最低限あるね。で冷静さ89っていうのもいいし、ドリブルはかなり縦突破やばそうだね。で、フィジカル値も85ということで、まあ本当に縦アンリみたいな感じのね、多分使用感としてはマジでラファエル・レオンはアンリに使用感似てますね。でプレスタイルが、高精度ウィップとどうなんだろうな。でトリックスターフレア、ラピッドプラスクイックステップなんで、これはまあ普通に強いだろうね。ただ値段パッと見た時バカ高かったから、でミランで EL だから突破する可能性もかなりあるしね。うん、普通に自動進出を含むって書いてある。ごめんちょっとここ分かってないけど、まあこれはかなり期待はできる選手かな。能力もこっから決勝ぐらいまで行く可能性はミランだったらあるし、うん、なんかプレースタイルがなんだろうな、強パスとかなんだろうな、なんかパワーショットとかつきそうだけどね。まあ能力も上がったら化け物になるだろうし、まあ値段も納得だけど、まあちょっとさすがにずっと持っとくのがしんどいからね、レオンとかは。で S 期間とか来ちゃうからね。って考えるとさすがに高すぎるけど、まあトレフカで当たったらラッキーぐらいの感じっすね。まあ、普通に強いとは思います。ルカク、ハイローの44の191です。能力がペースめちゃくちゃ、スプリント速度めっちゃ速いね。長いって感じだわ。でシュートがめちゃくちゃうまいね。でパスも最低限あって、ドリブル値もまあ最低限あるね。普通に使いやすそうなドリブルはしてそう。最低限はありそう。でジャンプ99、フィジカル99のお化けです。プレイスタイルが超残念。これパワヘ、これエアリアルプラスだったらな最高だったんだけど、エアリアルプラスじゃないからクロスゲーはできるけどできないみたいな感じのね。パワヘーっていうのがちょっとなあれだね。エアリアルプラスだったらめっちゃ使いたかったな。まあ普通に強いと思う。相手にいたらめちゃくちゃうざいと思うし、ジャンプも99だから競り合いも強いと思うし、まあ決勝、まあ能力上がるって考えたら普通に強いねこれは。うん、うざそう相手にいたら。パワヘーというかそのエアリアルプラスのクロスゲーとか以外でも普通にうざそうだから、能力上がったら、まあ、普通に強そうではありますね。で次アンスパティ、これめっちゃ気になってます。178の、ハイミリの44です。で能力がペースめちゃくちゃ速くて、でシュートもうまいんだよね。でパスも最低限あって、ドリブルは多分キュンキュンだね。で冷静さ93あるのもいいし、スタミナが81しかないのだけがあれなんですけど、プレースタイルもねスルーパスついてて、クイックステップ迅速、フレア、トラッパー、クイックス、あ、トリッカープラス、トリベラ、パワーショットということで、まあ、自分ネイマール今ファイヤー使ってるんですけど、それやばいんで、それと同じぐらいやばさあるんじゃないかなと思ってます。今ハンセンは使ってるんだけど、急にのなんかそれにを差し置いてでもぐらい強そうなカードではありますね。これは
かなり気になるね。ブライトンがどこまで進出するかによりますけど、2位上がったらめちゃくちゃ速くなるし、ドリブルもキュンキュンだし、シュートもめっちゃうまいしってカードになると思うんで、これ能力上がったらやばいね。めちゃくちゃ期待大のカードだと思います。個人的に今こう全体を話してきたけど一番気になってます。めっちゃ強いと思ってます。次ダルウィンだね。187のハイハイの44です。ペースしっかりあって、シュートもダルウィンらしからぬうまさがあって、パスもまあ C86 あれば最低限なんだね。ドリブラちょっとバランス72で、ドリブル83なんで重そうだね。気になるね。でジャンプ99、スタミナ93、フィジカル90、積極性85ということで、まあめちゃくちゃ臭い選手だとは思います。でプレイスタイルがパワーショット、パワーヘ、迅速容赦なし、クイックステッププラスということで、まあ能力上がれば強そうだけど、ドリブルの重さはどうしようもなんないんで、4とか上がっても、まあリバプールだからね、かなりあの決勝まで行く可能性が高いというか、なんなら優勝する可能性も全然あるんで、強いとは思うけど、今現段階だとドリブル重いし、ムムムみたいな感じになりそうですね。エアリアルプラスとかついてたらあれなんだけど、エアリアルもついてないから競り合いもそんな強くないだろうし、まあ強いけどって感じだね。ドリブルがかなり重いのが気になる選手かなとは思います。次ダビド・ネレスですね。53のミディミディですね。でペースしっかりあって、シュートがちょっと下手かな。ただまあ冷静さ91あるのはいいっすね。ドリブルは軽いだろうし、でプレースタイルが、高精度パワーショット、フレア、トリックスタープラスですね。これもでトリベラ、クイックステップ、テクニカルなんで、ドリブルはかなり使用感は良さそうだね。でベンフィカも EL だよね。 EL だから能力上がる可能性は全然十分あると思うし、能力上がったらね、シュートの決定力と攻撃ポジショニングだけが気になるぐらいで、普通に強そうではありますね。ドリブル、最近ほんとトリックスタープラスのドリブル、すごい気に入ってるんで、もうトリックスタープラスなだけでちょっと気になる選手ではありますね。ただ5-3っていうのがね、気になるね。5-4とかで来てくれれば優勝したら5-5のチャンスもあったから。っていう感じのカードね。って頭悩ますカードだと思います。次テラだね。レバークーゼン3-4、なんかこの選手のバグがあるみたいな感じで話題になってましたけど、まあちょっとそれは検索してもらえればわかると思います。3-4だからきついかな。ペースしっかりあって、まあ決定力88とかはいいし、パスも最低限、ドリブル、リアクション70だと、あ、もうこの時点で使う気失せちゃいますね。でプレスタイルもそこまで強くないし、能力上がってもちょっとリアクションの低さが気になるんで、厳しいんじゃないかなとは思います。3-4ってのも気になるね。レバークーゼンの選手だから、ヒンカピエとかね、その辺来てくれればよかったのにね、ちょっと厳しいんじゃないかなと思います。エメルソン・ロイヤール4-4。ミディハイなんだ。珍しいね。結構今、サイバーでミディハイって珍しいから、どうなんだろうって感じですね。で、ペースが最低限、ちょっと遅いかな。で、トリベラはうまそうだね。視野76はちょっと気になる。ドリブルは、まあ普通に軽そう。89あれば。で、守備値もまあ最低限あって、まあ普通にやれそうなサイバーではあるね。能力上がれば普通に強そうだし、UEL だから、あ、まあ UEL か。どうなんだろうって感じだけど、まあ普通に最低限の働きはしそう。で、インターセプトプラスとジョッキーついてるのいいし、クイックステップとラピッドだし、容赦なしだし。まあ普通にやれそうではあるね。結構気になるカードというか、2位上がればめちゃくちゃ強いんじゃないかなってカードにはなりますね。普通にやれそうではありますね。次、ゴンザレスだね。これが、UECL だね。これが一番下の位だね。で、ハイミディの44の180で、ペースしっかりやって、ロングシュット低く、トリベラは入んなそうだね。カーブ値も低いから。パスもそんなだな。まああんま強くなさそうだね。プレスタイルが高精度、高精度プラスなんだ。あ、それはちょっといいね。で、トラッパーもついてて、シールド、トリベラ、テクニカル、スルーパス。これはなかなか、もうこれ持ってるだけで評価できる選手になりそうっすね。で能力も3ぐらい上がれば、十分、ドリブル値とかも、リアクション値とかちょっと低いの気になるけど、最低限の動きしてくれそうだし、まあ、あとは、この構成だとカーブ値でどれぐらいフィネスが入るかだね。それはちょっと一回試してみてだけど、まあ、普通に能力上がればやれそうなカードにはなりそうな感じはしてます。次、ベイリーだね。ビラだから、かなり期待はできそうだね。178のハイローの44です。で、能力がペースしっかりあって、シュートも最低限、パスも最低限、ドリブルは、まあ普通ぐらいかな。まあ普通に使いやすそうぐらい。で、
フィジカル値はそこまで。で、プレイスタイルが強パスプラスついてるのいいね。左できんのかな、まあ、左で置くのが良さそうだね。強パスプラスついてるんで。で、大胆なパスとフレア、迅速とテクニカル、クイックステップ、トリベラで。トラッパーとかあったら最高だったね。まあ、能力これ2位上がれば、ああ、普通に強そうだね。強パスプラスのサイドアタッカーって5万ぐらいしかいないから、そこもかなり優秀だし、うざそう、こいつからずっと強パス刺されんの。斜めの強パス強いからね。まあ、普通に能力2位上がれば、うざそうだね。相手にいたら、ドリブルもキュンキュンだろうし、足も速いだろうし。能力上がり次第って感じかな。強パスプラスはかなり評価できるんじゃないかなと思います。次、女子選手ですね。ホーラン。175のハイミディの44度ね。まあ、スキル5いないのあれだね。やっぱ能力、スキルごと、スキルと逆足上がるアップグレードがあるから、あれだね。で、能力が、ペースがそこまで普通。ちょっと遅いね、でも。で、シュート上手くて、パス上手くて、ドリブル、最低限で。まあ、そんな強くなさそうだね。プレイスタイルが高精度プラスとセッター、あ、高精度プラスなんだ、これはいいね。で、鋭いパスとロブタツとテクニカル容赦なし、エアリアル。身長なんぼ ?175 が結構ありそう、あるね。まあなんかな時点で、でロングショット値も高いし、カーブ値が低いのがどうなんかどうなんかって感じだけど、まあ相手にいたらうざそうだね。これ中盤アンカーとか中盤で使うのが良さそうだね。守備値ちょっと厳しいけど、まあ、リオンだからね、女子選手のリオンって強いイメージめちゃくちゃあるし、これが、もし、3とか上がんのか、3とか上がったら普通に強いんじゃないかな、これ。うん、ドリブルも最低限あるし、パスも上手いし、高精度打てるし、どれぐらいフィネスが入るかだね。右利き？あ、右利きなんだ、それもいいね。逆足音か。ああ、まあまあまあ、普通にやれそうではありますね。能力が上がれば、うざそう、普通に。高精度プラス持ってる中盤の時点で。かなり評価はできるんで、どなんかどうなんかって感じではありますね。最後余っちゃったんで、この人ですね。デ・アルメイダですね。173。厳しいね。うん。で、能力もペースそんなないし。うん。うん。厳しそう。女子選手のやっぱ小さい選手は厳しいね。ロブタツとブロックプラスと予測とかはあるけど、さすがに厳しいんかな。うん。厳しいんじゃないかなとは。思いまーす。ってことで全員は評価したんですけど、まあちょっとさすがに値段見ると高すぎるから、まあトレフカで当てたらとかになってくるんじゃないかなと思います。ジューレとかの値段は見てないけど、この辺は安いんじゃないかな。うん、まあまあ普通に今回の目玉はラファエル・レオンとか、個人的にはアンスパティかな。ただちょっと値段が高すぎるから、まあ、安い選手、エメルソンとかは安そうだから、この辺買っといて、まあ試してみるのがいいんじゃないかなとは。思います。ってことで今回は以上になります。ということで皆さんすいません。今日は本当編集なしで結構雑な感じ。以前のその以前のキミヒとか以前の選手と比べてなんかプレイスタイルが追加されたとかもそこまでちょっと調べてないですけど、まあ、ちょっとね今日は予選終わりということでちょっと疲れてるんで、許してください。ということで明日からまた配信と動画も頑張っていきたいと思います。ってことで最後にチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。